I'm gonna keep it going till so there ain't nothing left. I'm gonna keep it going till so there ain't nothing left. 皆さんこんにちはいよいよですね賞金総額1100万フィドオンラインカップ2021ツアーが始まります今日は2月7日に行われる開幕戦の抽選をしたいと思いますその前にですね、えー、このフィドオンラインカップ2021ツアーを始めるきっかけ趣旨 やっぱりあの日本選手があー今 PDC を目指してです、ね、みんな頑張ってると思いますけどあまりにもスティールダーツを投げる環境とイベントが少なすぎて、まあ、このままでは PDC はおろかあの本当にこのスティールダーツで日本選手があの舞台には踏めるけれどもあの上位に行けるような状況ではないと。 まあこれがまずきっかけなんですけど、ね、でまあその後にねこうフィードダーツっていうものに出会ってですねこのフィードダーツをうまく利用してこう皆さんが投げるモチベーションにつなげられればですねイベントも容易にできますしそして皆さんが今までダーツを投げる環境っていうのがですねやっぱりソフトダーツの流れから。 ソフトのおいい面と、えー、スティールの、ね、いい面を合致させて日本人スティールダーツのおーレベルアップを図りダーツの発展につなげたいという、ねはい、そういう趣旨のもとですねいろいろ考えた挙句にですねフィードオンラインカップ2022ツアーというものを始めることとなりました。 で、えー、最初の方はですね、えー、あのフィド設置店のお店様からこうトーナメント化をしていただいてっていうことでですねあ選手を選出するっていうことだったんですけれどもまあトーナメントとなるとですね今やはりコロナの時期ですので非常にですね、えー、やりにくい状況があったのでいろいろ考えた挙句にですね カウントアップというねシンプルなシンプルなおかつポピュラーな日本人が大好きなゲームで、えー、選手を選出してで決勝トーナメントは、えー、ガチンコのオンライントーナメントですけど、あのー、ガチンコのトーナメントで決めるとこういう案が出てあこれ結構面白いんじゃないかって言って、えー、やる。 ここととなった次第ででのの前身のですねティトオンラインカップだとかフィドオンラインカップであの本当に違和感なくあートーナメントが進行されたのとお参加された皆様がなんかガチンコでめちゃめちゃ楽しんでくれていたのであこれいけるんじゃないっていうことでですねこのツアーが開始され,される流れとなりました。ぜひですね えーまあ、自分たちの趣旨であるこうやっぱりスティールダーツのレベルアップと、えー、PDC の舞台に立てるような選手を、ね、こ,のこれを続けることによってです、ねえー、レベルアップしていくと思いますので,です、ねえー、そういう趣旨で,ですねフィドオンラインカップを始めることとなりましたさあそしてこの2021ツアー2月7日にいよいよ開幕戦を迎えます。ぜひ皆さん 注目してくださいそして、えー、参加される選手はぜひ頑張ってください、えー、それではですね、えー、このフィドオンラインカップのツアーなんですけど、えー、どういう形で進めるのかっていうのを話しますどういう形でやるのかツアーなので、えー、どんな風になるのかっていうのをね把握できてない方もいると思いますので、えー、説明します えまずですね、えー、ツアーの詳細なんですけどオンラインカップ2021のツアーこれはですね、えー、男女問わず参加できる方全員が対象となります。えー、これがです、ね、10戦行って、えー、その中でポイントをつけますももちろん賞金も出ます。 優勝があ各大会10万円、まあ、5万円準優勝がですね3位が3万でベスト8が1万でポイントがですね優勝100ポイント60ポイント30ポイント20ポイントでそして、えー、ベスト16が15ポイント32が10ポイントベスト4が、えー、6ポイントという,う仕組みになっていますう賞金も含めてですねそそしてその中で全 10戦で年間ポイントランキングが1位が50万、2位が25万、3位が15万、4位が10万で5位から8位が5万円というですねポイントランキングになってます。上位8名がグランドスラムに出場する権利が与えられます。年間ポイントランキング上位8名。 えー、その8名はあリアルトーナメントで行ってもらいますあその8名はリアルトーナメントで行いますそのリアルトーナメントは優勝が200万準優勝が100万34位,位が50万そして5位から8位までが25万という賞金になっておりますぜひですねこの 最後のグランドスラムを目指してですね頑張ってくださいそしてですねあのツアーとは別にですねやっぱり女子もですね、えー、やっぱ強化したいと女子もスティールダーツに、えー、関心を持ってほしいということで、えー、女子の2021ツアーウーマンツアーですねこれを行います。 えー、開幕戦が3月14日で、えー、カウントアップ期間があ2月23日から3月9日までとで店舗募集期間が2月の16日から25日までとなっております。で女子の方はあ年間で5000でグランドスラムは男子と同じ日に行われるということになってます。 毎回毎大会の賞金ですね。あの優勝が八万、準優勝が四万。でベストフォーが二万円と。そしてポイントの方は。優勝が百ポイント。二位が六十ポイント。ベストフォーが三十ポイント。ベストエイトが二十ポイント。ベスト十六が十五ポイントということになっております。その上位に与えられるポイントランキングが一位が二十万。二位が十万。 三位が五万、四位が三万というポイントボーナスとなっております。そして女子の方もグランドスラムが行われます。こちらはですね年間ポイントランキング上位四名が対象となります。優勝が五十万円、準優勝が二十万、そして三位、四位で十万ずつということとなっております。そして男女ともにですね。 えー、ナインダーツ賞があございますツアー内にいいかきの条件達成した全ての選手が大賞で100万です100万ぜひですね、えー、頑張って、えー、出してください選手の皆さんふるっての参加待っておりますさあそれでは2月7日開催のフィードオンラインカップ 二千二十一ツアー開幕戦の。抽選を行いたいと思います。シード権を獲得した。三十二名がまずいます。そちらはもうそのランキングに応じて枠の中に入っております。いや、本当にね、あのー、一生懸命されて。されて本当に嬉しかったんですけど、やっぱりここまで。 ああレベルが高いいとは思,い思いませんでしたそしてね、えー、メンバーもですね日本を代表するジャパンパーフェクトのもう上位陣がですねごぞっと参加してくれてちょっとね本当に誰が優勝するのか予想もつかないような、ね、メンバーが集まってきてくれてですね で皆さん一生懸命あのカウントアップしてくれたと思いますけど、うん、こ,れこのことを続ければなんかもうレベルアップもするだろうし、えー、スティールに親しむこともさらに深くなっていくと思いますし非常に、えー、なんかこう勇気づけられたあ皆さんのお気合いの入り方だったと思います。 まあ一応、ですねカウントアップの上位32名なんですけどね、えー、1位がですね、えー、竹内敦史選手1065点という、ね、いや6人出てるんですよ、はい、え横浜ブレーメンでエントリーしている竹内選手なんですけどね2位の選手もが、えー、こちらも1031点、先手オーバー大久保浩輝選手ですね。えー 神奈川、そして3位の選手が瓜生辰樹選手、1016点居酒屋カフェガレージ4位が名古屋の小池誠選手、1012点、ね、名古屋カフェ、心一つ5位が第2回フィードオンラインカップ優勝の蓮見秀明選手、埼玉県、実家。 で6位があー春平先生ですねおなじみの、はい、1006点と神奈川のプールラボで,ので投げてくれましたけど先手プレーが6名というね本当に驚きましたもう1,000点とかこのフィードカウントアップで1,000点とか果たしてえ出せる人いるのかなと思ってたらなんか意図もたやすく6名も出てきたというね。 すごいことになってますんで、ね、この上位32人はシードでもう枠に入ってますんでこれから抽選してその空いた枠の中に入るのは誰なのかっていう抽選をやりたいと思います。さあ構成を,構成を期すためにまずこのボックスあじゃこちらラッキーボックスになった <laughs> えっとまずこれこ,こに今回参加選手全員のあのあの 抽選権がありますこれをバラバラにしてバラバラにしてバラバラにしてまずで入れてそして振りますね、運命の抽選ですまあ、全員ですねほぼ800点オーバーしている選手ばっかりなのではいしっかり振りましたさあそれではもう32選手はもうシードワークの中入ってますので残りの選手の抽選をやっていきます それでは33番じゃあじゃじゃはいきました33番目酒井隼人選手バーアレンジ大阪そして外尾佐久人選手フードダーツパープル大阪 点なんか嫌な感じ大阪大阪いきなりあこれ違うよね当たる選手同士じゃないよねはいそして田原俊也選手ーダーツバーフェーマス大阪846点マジかはい3連発本当ちょっとびっくりするマジ相当振ったけどねよしもう一回はい来た 吉野裕之選手サバンナ東中野東京都875点、ね、はい続きましては森下和幸選手ーゴースト群馬県831点もう全国津々浦々強豪がです、ね、ずらっと来てますから驚くべきことですよね。 オンラインだからできるっていうね、それもいいことですよね。そして平本康人選手、ティトジャングル大分県、七百五十二点。下田裕介選手、アンレーテッド北海道、七百八十点。 佐野木健太選手、エヴァ高井戸店、東京936点。ねえ、こういうことをずっと続けていったらとんでもない素質を持った才能を持った人がなんか、現れてきそうですよね。はい、金山平選手180群馬県750 お二つそして本庄藤二選手アンレーテッド北海道840点本庄選手もね昔パーフェクトと D クラウンの対戦で出てましたよねはいそして西哲平選手 D ブル LA 福岡県891点、ね、え西哲平が シールドから外れるんですからね。水野則之選手、えー、お酒とダーツアロハ愛知県940点。はい。谷川訓聡さん、マックス広島駅前店広島県766点。 御舘拓郎選手ダイニングカフェウェルフィッシュ福岡県884点、えー、山口翔平選手ティトナンバ店大阪904点京谷智之選手 ブレーメン神奈川県点いや本当、もう何,何千回ってやった中で800点超えたの自分、うん、2回ですかね <laughs> 何百回何千回さあそして王りちかベロ福岡県841点そして白石裕太選手 フェーマス大阪府880点ここは番号ですねあの抽選番号です51の枠に入るということですよねはい池内翔選手フェーマス大阪府868点座間達也座間達選手きましたねえティトー 横浜内店神奈川898点三輪晃平選手トップガン奈良県870点牧野はじめ選手アンレーテッド北海道778点 本当ねめくれなくなるんですよね上ヶ島翔選手プールラボ神奈川県922点922点ですね <laughs> エントリーねえあのなんだろうね取れないっていうのがねシード権取れないっていうのがそして菅沖成選手 マックス広島駅前店801点中川博樹選手ティト京都店京都府883店田上拓選手アンレーテッド北海道791点 長谷部剛選手ダーツカフェ、ビダ大分県846点津波良二選手フェーマス大阪府901点坪口直樹選手 LA 福岡県866点山下元気選手スポーツダーツサンド福岡県939点渡辺 はじめ選手リンク所沢店埼玉県905点真鍋秀哉選手マックス広島駅前店広島県755点小森英二選手アンレーテッド北海道 点小森選手ですね、はい、伝説のプレーヤー伝説っていうかまだ現役バリバリですけど内田和也選手ドリーツ東京都920点、はい、広田昭宏選手ベロ福岡県860点 長畑敏蔵選手3度福岡県808点富澤正人選手サバンナ東中野店、えー、東京871点大城朱里選手マックス沖縄那覇 沖縄県846点大城選手女子はね出場する機会が15回ありますから、ね、相当女子レベル上がると思いますよ <laughs>、えー、常吉良一選手ビディヤードダーツ KBC 福岡県801点久原 正人選手、セットアップ石垣島沖縄県684点、えー、佐藤友紀選手アンレーテッド北海道783点有原良太選手リンク所沢919点 9点埼玉県庄司正広選手ワンブル宮城県922点なんか固まってないよねバラケットよねうまいことね、はい、お鈴木幹選手マックス 広島駅前店広島県906点、鈴木幹選手 <laughs> ねすごいっすね幕内邦政選手ドリーズ東京都914なんかすごい顔触れですよね本当、スティールダーツすごいっすねほんと棚原 一選手、マックス沖縄那覇沖縄県821点松本康義選手、フェーマス大阪府865点樋口優也選手也選手もシード権取れなかったんだ。ドリーズ 東京都919点やっぱシードを取ると3回戦からね参加できますそしてベスト5ベストオブあっ違うブレックかファイブレックから出場ということになりますね熊田原章之介選手ビリヤードダーツ KBC 福岡県846点 篠原勝也選手、ウェルフィッシュ福岡県936点手が、ね、もうどんどん高橋直之選手、プラット東京都883点朝倉誠也選手 マックス、広島駅前店、広島821点。佐藤圭介選手ティトプラスススキノ北海道835点。浜崎翔吾選手 ティトー小倉福岡県八百八十点あちょっと二枚取ったえいしょちょっと待ってなんかも、うん、なんかさこれ滑り止め,止めのついた紙とかないと <laughs> 滑り止めつ,止めつき石原青選手ビースカイ愛知県九百十五点 碧選手。と全然吸いつかないな。田中博樹選手、ビリヤードダーツ k シー福岡県794点、えー。宮津雄介選手、ディーブル LA 福岡県790点。 やっぱ今後、ですね本当にレベルが高い地域があるのでもう少し枠を増やすとか、まあ、何回かやりながらですねあの枠を増やしたりとか調整しながらやっていきますので、はい、やっぱ大阪、あ東京激ツですもんね馬場庄ジ選手、あろう宮城県843点もう本当激圧なので。 そういうところはちょっと枠を増やすとか、今後そういうこともやっていきたいと思います。吉岡祐也選手。ティト小倉店。福岡県七百八十六店。えー、野裕次郎選手、ワンブル宮城県七百四十五店。 浦川博之選手スワローカフェ兵庫県901点原田翔平選手ダーツショップティトコクラ店福岡県897点立浪光彦選手お酒とダーツアロハ愛知県 926点牧野隆選手ディーブル LA758 点福岡県麻原雅史選手ダーツショップティトー岡,山店岡山県761点 吉引譲選手あ、シード取れなかったんですね、リンク、所沢店、埼玉県、921点、伊藤正孝選手、ダイニングバー道場、吉成道場、宮城県、907点。 高橋翔吾選手、大和、大分県801点。なんか肩が疲れてきた、マジで。<laughs> 前島竜二選手、大和、789点。なんか連チャンになってきたね。なんでもう一回振ってちょっと振るよ。<laughs> なんで怖いまあね、そういうこともあります。デビッド・ダダー。 ナチュラルナイン池袋東京924点そしてお鈴木康太選手カフェバー57番街愛知県892点石井伸之選手フェーマス大阪府 点石井選手は第1回チャンピオンですよねあ第3回かん違ったっけ大阪の第1回かあ第1回は小泉圭選手 0R 静岡県867点中村 ゆうすけ選手アンレーテと北海道862点松本翔選手バートエティ徳島県708点 東田新選手、スワローカフェ兵庫県866点東東田田選選手、手。懐かしいな、伊藤雅樹選手、マックス沖縄那覇沖縄県823点石川翔太郎選手セットアップ石垣島沖縄県 776点湯浅真二選手バートエイティ徳島県847点高橋光選手バートエイティ徳島県 点ねじめゆうや選手ダーツカフェヒットジャック鹿児島県755点岡野翔選手マックス広島駅前店 江戸島県787点高清水蓮選手サバンナ東中野店東京都861点北林圭介選手ダーツショップティとト鹿児島店鹿児島781点 小村優作選手ダーツショップティト鹿児島店鹿児島745点なるけ俊介選手ユーモ茨城県853点 安倍雄太郎選手ダーツラウンジアロー宮城県915点阿部選手もねシード権獲得できずです。小林武史選手ユーモー茨城県700点 宮城篤選手、ディーブル宮崎県795点前田義孝選手、ダーツショップティト鹿児島店鹿児島806点山本信弘選手、フェーマス 大阪府点えー、山本信宏、ード権獲得できなかったねえ、すごいですよね、本当。九900点出しても無理っていうね。山西リオン選手、プラット、東京都、865点。有園拓也選手、ダーツショップ、ティト、鹿児島店。 鹿児島、点。山崎康弘お酒とダーツアロハ愛知県888点伊藤勝之ワンブル宮城県910点。 山口宏選手3度福岡県820点山田裕貴3度福岡県818点何人まで佐藤浩志選手ワンブル宮城県843点 平野大輔選手、マックス、広島駅前店、広島828店、池宮聡選手、ダーツショップティット鹿児島店、鹿児島755店、荒井博文選手、ユーモー茨城県7 0 0店、 天正津隆キダーツショップティート鹿児島店鹿児島936点福岡安人ダーツバートップガン奈良県842点 国木雄介、ダーツショップティト広島店広島県861店三井翔太選手バートンエティ徳島県795店上杉貴弘選手842点。 高橋良也、バーブル大阪府860点安田達也8 6一点大浦翔太 選手ダーツショップキットナンバー店大阪府851店大涌明彦選手ダーツショップキット秋葉原店東京都938店,店的野悠介選手ダーツカフェベロ 福岡県七百九十八点。松本秀則選手。ダーツショップティット岡山店。岡山県八百五十六点。注ぎ。翔太選手。八百八十二点。 本間淳選手ダイニングバー道場吉成道場宮城県841点。平林健生選手ダーツショップティット熊本県810点。井上秀治選手 d ル l a 福岡県 点島田康之選手、ゴースト、群馬県921点上山隆二選手、フェーマス、大阪府870点。 黒川友成選手、フードダーツバー、ブル大阪府917点津村智也選手、リンク所沢店、埼玉県941点同点でなんか落ちたって言ってましたね。 同点だった場合はですね、先に投げた方の方が優先されるらしいです。はい。波崎和也選手、カフェ＆バースタイル熊本県、八百二点。藤田マ子選手、ユーモ茨城県、七百六十五点。当たるの嫌でしょうね。 藤田マコ選手うまいっすもんねスティールバンバン投げてきますよ力強いフォームに中村俊太郎選手リンク所沢店埼玉県八百八十四点鳩野千春選手 アンレーテッド北海道。八百六十点。いやー、はたの選手もうまいですもんね。ベストエイトに入ってますもんね。もうない、あ,あった。よいしょ。柴田純平選手。プレーメン。神奈川県。九百十六点。柴田選手。柴田選手って長月。うまいですもんね。みんな。そして。 新井大輔選手セットアップ石垣島沖縄県728点さああと2名ですね池上尚文選手海神奈川県898点さあラスト1枚ですねはい。 小野寺ノア選手ティトプラスススキノ北海道849点最後は小野寺ノア選手でしたはいということでですね、えー、抽選が終わりましたトーナメント表の方はあこの後ですね後ほど SNS 私のブログとかいろんなところで公開されますのでお楽しみにそれでは選手お店の皆様感染対策は万全にして2月7日頑張ってくださいそれではさようならさようなら